皆さんこんにちは。ニキビワールドグランプリ24連覇中のジェームズです。皆様に悲しいお知らせがあります。僕ジェームズは24年間とてつもない数のニキビに悩んできました。しかしお父さんからもらった薬を何百回、いや何千回試しても全くニキビが治らなかったため、この度正式にニキビを治すことを諦めたいと思います。それではまた。ということで、これからは一生ニキビを背負って生きていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ジェームズの父親が今までジェームズにあげていたニキビの薬は実は覚醒剤だったことが分かりました。え、嘘でしょ。 All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. 警察の調べに対しジェームズの父親は、息子にはニキビを治してほしくなかったからニキビの薬と騙して覚醒剤をあげていた、これからもニキビは治さないでほしいと供述しているということです。だから治らんかったんか。